スノーマンが可愛いクト、キスマイ千賀健と、ストーンズジェシー、トラビスジャパン宮近海斗らとダンス完コピバトル、ソレスノ SP。5月24日、金曜日放送の、それスノーマンにやらせてください SP、TBS 系午後8時から10時は、大人気企画、ダンスの完コピレボリューションの第5弾を送る。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画、ダンスの完コピレボリューション、第5弾。今回スノーマンと対決するのは、事務所の先輩、同期、後輩からなる、スタートエンターテイメントチーム。ヒップホップやジャズ、バレエなど様々なジャンルのダンスを網羅するキスマイフット2、千賀健と、この企画には2度目の参戦となる可愛いクト、スノーマンと同時デビューしたストーンズからジェシー、アメリカにダンス留学をするなどその実力に定評のあるトラビスジャパンから宮近海斗が登場する。そして、ダンス女子選抜チームとして、桃色クローバー Z の佐々木彩香、高木れにが、今年1月に現役を引退し、現在はプロフィギュアスケーターとして活躍中の本田真凜、さらに春菜愛を率いて参戦。審査員は、世界的トップダンサー高弘が務める。